アメリカメジャーリーグ、エンゼルスの大谷翔平選手は、本拠地で行われたジャイアンツ戦に、2番指名打者として先発出場。大谷選手は、4打数2安打1盗塁という活躍を見せ、今シーズン34回目となるマルチヒット。1試合に2本以上のヒットを打つことで、打率を3割8厘に上昇させました。しかし、エンゼルスが1点をリードして迎えた、9回に登板した守護神のエステベス投手が大乱調。エステベス投手は、先頭のフローレス選手に、レフト前へのヒットを打たれると、続くデイビス選手には、フォアボールを与えてしまいます。そして、ノーアウト1、2塁のピンチを迎えると、続くベイリー選手には、レフト線への、タイムリーツーベースヒットを打たれて、逆転を許します。その後、申告敬遠と送りバントで、ワンアウトランナー2、3塁となり、エステベス投手はマティアス選手に、センターへの2点タイムリーヒットを打たれてしまいました。エステベス投手は、9回だけで合計5失点を喫して、ここで降板。後を継いだループ投手も、一旦火がついたジャイアンツ打線の勢いを、全く止めることができずに、さらに失点を重ね、ジャイアンツに、一挙6失点を喫してしまいました。1点をリードして迎えた最終回に、打者一巡の猛攻で、6安打6得点を喫して、一気に5点のリードを許したエンゼルスには、反撃の力は残されておらず、このまま3対8で、ジャイアンツに敗れてしまいました。エンゼルスはこれで7連敗となり、トレード期限が終了してからは、まだ1勝もできていません。エンゼルスは、56勝58敗で借金は2となり、ワイルドカードのポストシーズン進出争いで、ますます厳しい立場に立たされてしまいました。この日の大谷選手は、ホームランこそありませんでしたが、チームの連敗を何が何でも止めようと、獅子奮迅の活躍を見せます。大谷選手はこの試合、昨シーズン15勝を挙げた、ジャイアンツのローガン・ウェブ投手と対戦。初回の第1打席で、ウェブ投手が投げたチェンジアップを、センター前に弾き返しました。打球速度 111.4 マイル、約 179.3 キロという痛烈な1番を打つと、その後の4番、ムスタカス選手の打席で、大谷選手は、2塁への盗塁を成功させます。今シーズンのアメリカンリーグの平均の、ほぼ2倍の盗塁阻止率、36% を誇るベイリー捕手の、完璧な送球をかいくぐり、間一髪、2塁ベースに右足をねじ込みました。残念ながら、このチャンスは得点にはつながりませんでしたが、大谷選手が打って走って躍動。アメリカのスポーツ番組に出演した野球評論家は、今日大谷は、今シーズンの15個目の盗塁を成功させた。これで大谷は、40本塁打15盗塁に到達したけど、チームが115試合消化時点で、この成績を達成したのは、メジャーリーグの歴史上初めてのことなんだ。これまでの記録は、今回の大谷の記録よりも2試合遅い117試合で、1998年のマリナーズのケン・グリフィー・ジュニアが記録している。ちなみに、この年のケン・グリフィー・ジュニアは、56本塁打でホームラン王に輝き、さらに20盗塁もマーク。大谷の記録以前では、この記録がシーズン最速記録だったんだけど、ケン・グリフィー・ジュニアはピッチングをしなかったからね。だから、二刀流の大谷が、この記録を達成するなんて、本当に驚くべきことだと思うよ。さらに、別のデータサイトが、今シーズンの MVP の中間アンケートを実施。ナショナルリーグの MVP は、ブレーブスのロナルド・アクーニャ・ジュニア、それからドジャースのフレディ・フリーマンと、ムーキー・ベッツ。ダイヤモンドバックスのコービン・キャロルの4人がノミネートされたんだけど、一方のアメリカンリーグは、4枠すべてが大谷という、異例の一択となったんだ。私も、長年メジャーリーグを取材してきたけど、こんなことは初めてだと話し、大谷選手の記録がいかにすごいかを強調していました。エンゼルスが1点をリードされて迎えた6回の第3打席で、大谷選手は、逆転の口火を切るツーベースヒットを打ち、4試合ぶりとなるマルチヒットを記録。ジャイアンツの先発のローガン・ウェブ投手が再び投げたチェンジアップに、大谷選手はうまくバットに合わせて、センター前へと運びました。
さらに大谷選手はセンターの守備位置を確認し、一塁を回ったところでさらに加速し、センター前へのゴロにもかかわらず、持ち前の俊足と好判断でツーベースヒットとしました。その後、CJ クローン選手とミッキー・ムニアック選手にタイムリーヒットが生まれ、エンゼルスが一時逆転。大谷選手のツーベースヒットが逆転の呼び水となったのですが、9回に悪夢の6失点を喫して、今シーズン最悪の7連敗となってしまいました。9回にまさかの大逆転をされてしまったエンゼルスの守護神のエステベス投手は試合後、今日はジャイアンツの打者たちが僕が投げた良いボールを打ってきた。僕の投げたボールはとても良かったと思う。でも前回マリナーズに満塁ホームランを打たれてしまった時と同じで、今日の一番の過ちはフォアボールを与えてしまったことだと思う。僕が投げたボール自体は良かったと思っていたけど、もっといいところに投げられたかもしれないね、と話していました。さらに、エンゼルスのフィル・ネビン監督は、先発のサンドバルが7回途中まで投げて2失点と、粘りの投球を見せてくれた。そして打線は、同点の7回に、レンヒーフォのタイムリーヒットで1点を勝ち越して、連敗ストップが見えてきたんだけど、9回に守護神のエステベスが崩れて、この回6失点してしまい、またしても勝つことができなかった。エステベスは、ここ最近よく登板していたから、疲れはあったと思う。仕事量は多いとは思ったけど、彼は試合前に来て、投げたいと言ってくれたし、僅差の試合だったから、今日も登板してもらった。私は、彼に寄り添っている。彼は、私たちと同様に傷ついている。でも、私はエステベスが自信を失ったとは思っていない。彼には自信を持つだけの理由があるんだよ。私はメジャーの歴史上最高のクローザーの一人であるトレバー・ホフマンと一緒にプレーしたことがある。ホフマンは殿堂入りも果たした投手だけど、そんな彼でも何度か連続でセーブを失敗するところを見てきた。でもその翌日にホフマンは何事もなかったかのように現れるんだ。エステベスにもホフマンと同じような特徴がある。それは素晴らしいクローザーが持っている資質のようなものだね。エステベスは最も自信を持った選手の一人なんだ。シーズンを通して私たちエンゼルスの抑えはカルロス・エステベスなんだ。彼はこれまでずっと完璧だった。エステベスがいなければ我々エンゼルスは今の位置にいない。それは断言できる。試合後にロッカーに行ったけど、選手たちはみんな落ち込んでいた。狼狽している選手たちもいたよ。エンゼルスの選手たちはみんな努力している。懸命にプレーしているし、勝つためにプレーしているんだ。だから負けるのは本当に辛いよ。今日の敗戦は本当に悔しい。ロッカーでもものすごく勝ちたいと思う選手たちでいっぱいだった。ここ数試合、何試合も連続で勝てていないから、本当に心が痛むよ。でも、我々は、明日何をするべきかは分かっている。明日の試合に勝って、この連戦に勝ち越すチャンスは、まだあると思っていると話していました。ネビン監督は、エステベスが自信を失っていないって言っているけど、そんなわけないだろ。前回の登板で満塁ホームランを打たれて、今回も5失点している投手が、自信を失っていないなんて考えられないよ。エステベスは本当にいいやつだし、トライアウトを100回以上も受けて、メジャーにまでたどり着いた苦労人だから、あまり悪くは言いたくないんだけど、クローザーから一旦外すべきなんじゃないかな。今日エステベスの後に出てきて打たれたループと一緒に、3A に落としてもいいかもしれない。エステベスの代わりの守護神は、ムーア・カロペスにするといいよ。エステベスを 3A に落とすことができなかったら、点差がある時に中継ぎで使って、復調するのを待つしかないね。エステベスはボールは速いんだけど、コントロールがアバウトすぎるんだよね。前回満塁ホームランを打たれた時も、今回大量失点した時も、どちらもフォアボールが絡んでいる。そのことは、エステベス自身も自覚していて、それぞれの試合後のコメントでも、フォアボールが、一番の過ちだったって話している。
分かっていてもフォアボールを出してしまうんだから、エステベスは一度休養させて、気持ちをリフレッシュさせることが必要なんじゃないかな。エステベスが調子を落としているのは明らかなんだから、配置転換ぐらい考えないといけないと思う。もし、信頼という便利な言葉を使って、勝つための采配すらしないというのであれば、それは監督としての責任放棄だと思うし、そんな監督は一刻も早く解任すべきだと思うよ。海外の反応ではこのような声が聞かれました。8月は未だ勝ちなしのエンゼルス。日本時間の2日が期限だったトレードでは、エスコバル選手、ムスタカス選手、ジオリト選手、ロペス選手、クローン選手、グリチェク選手、ビローネ選手と7選手を補強。エンゼルスは若手の有望株を放出し、資金もつぎ込みましたが、状況は一向に好転せず、苦しい戦いが続いています。アメリカのデータサイトによると、エンゼルスのポストシーズン進出の可能性は、トレード期限の時点で 19.5% あったのですが、この日の敗戦後には 1.4% にまで下がってしまいました。エンゼルス加入後のこれまでの5年間、大谷選手は、一度もポストシーズンに進出できていません。ここまで40本塁打9勝と、故障者が続出するエンゼルスの中で、投打で孤軍奮闘してきた大谷選手ですが、メジャー6年目となる今シーズンも、チームは厳しい状況になってきてしまいました。今回は以上になります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。